ですね、以前リクエストいただきました、どんな場面でどんなマレットを使ったらいいんだろうという、質問がありました。質問がありました。なんかマレットをマイク代わりにどうですかというあのお話もあったので、ちょっとマレットを出してみました。これちょっとマイクっぽいですよね。はい。でですね、いろんな解釈があるので、一つの例として受け取っていただければいいなと思うんですけれども、まずは、グロッケンバージョンからお話ししたいと思います。ではですね、どんなマレットがあるのか、少し説明していこうかなと思います。ここから選ぶようにしているんですけれども、この中からですね、いろいろ紹介していこうかなと思うんですが、まずは、一番ノーマルなマレットをお見せします。このあたりでしょうか。はい。はい。いわゆる、量産型って言ったら変なんですけれども、楽器屋さんでよく目にするマレットかと思います。ヤマハだったり、プレイウッドだったり、いろんなメーカーから出ているんですけれども、私が持っているのは、今日は、プレイウッドの XB の、これは1番。ちょっと軽い3番っていうのを今持っているんです。これはですね、結構普段よく使うマレットです。で、これは、陶という素材でできています。最近ではプラスチックや合築素材、陶がなかなか手に入らないということがあるので、そういったものに代替されているんですけれども、素材がですね、違うと、弾き心地が変わってくるんですけれども、なるべく、一度触ってみて決めた方がいいんじゃないかなと思います。楽器屋さんによっては、試奏といって、売っているマレットをどんな感じか優しく弾いてもいいですよっていうふうにお勧めしてくださる楽器屋さんもありますので、ぜひそういうところを探してみるのも手かなと思います。一番ノーマルなバチっていうのは、例えばポップスであったり、吹奏楽の中でも一番使いやすい、マレットになると思います。音色的には少し軽やかで明るい音が出る。なんだけれども、硬すぎないので、キラキラとした音を出しながら、音程感が少しつくといったような、かなりこう、マルチなマレットになってくるので、私はよくポップスを演奏するときだったり、まあもちろんクラシックの中でも少しメロディックに弾きたいときっていうのは、こういったマレットを使うことが多いです。まあこういったものや、プラスチック同じなんですけれども、見えるかな？少しこう柔らかい素材で作っている、マレット。こういったちょっとですね、最初のマレットに比べると、大きさが少し大きいんですね。大きくて柔らかいっていうバチもあります。少し弾き方が難しくはなってくるんですけれども、柔らかい音色を出したいとき、こうパラララーンって伴奏の中で和音を弾いたりですね、柔らかい音を求められたときには使うんですけれども、音量は少し優しく弾くと小さくなってしまうので、そのあたりはちょっと注意した方がいいかなと思います。面白いですね。透明のマレットっていうのもあるんですね。もう一個やっぱり特徴的なのは、やっぱりグロッケンといえば、この金属のバチです。真鍮って言います。真鍮っていうものはですね、このキラキラしたこの色が結構特徴ではあるんですけれども、どん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 酸化してですね、最終的には、ちょっとこう、くすんだ金属の色になってしまうんですけれども、そこまで音色感は変わりません。ただ、これも私のももう少し、凹んでるんですけれども、最初はまん丸だったんですね。これがどんどん弦の鍵盤を打つことによって、こう、凹んでしまって、こう、平らになってくると、少し音色感が変わってきます。なので、まあ、ボコボコで真っ黒で、これは何だっていうものが、部活、部室等にあったら、一度買い替えをおすすめします。で、この真鍮っていうバチもですね、サイズが違うものがあって、ほら、こんだけ違うので、これも使い分けすることが多いです。もしかしたら吹奏楽だったり、若い
奏者さんたちは、この小さめの真鍮っていうものですね、これを持ってると案外便利かなと思います。この真鍮を使う時というのは、よりキラキラキラっていう音を出したい時、金属的な音を出したい時、例えばマーチですね、マーチのトリオじゃないところ、トリオの部分ももちろんこの金属でもいいんですけれども、例えば吹奏楽コンクールとかになってくると、トリオの部分はすごく柔らかい音色を求められたり、優しい音色を求められたりします。あとピアノとかメゾピアノとちょっと音量が小さな場面で出てくるときに、この金属のバチだとそんなに音がめちゃくちゃ大きいバチではないんですけれども、すごく指先のテクニックを使うバチでもあるので、トリオに入った時にちょっと怖いな、ちょっと弾きづらいなと思ったら、さっきの最初に紹介したこういう、一番ノーマルなマレット、もしかしたらこういったバチを使い分けて演奏すると、より弾きやすい、弾きやすい、いろんな場面で馴染んでいくんじゃないかなと思います。はい。でグロッケンに関してはもっといろいろ実はバチがありまして、こういうですね、素材はさっきの一番最初に紹介したこういうちょっとプラスチックだったり樹脂の素材のものがあるんですけども、樹脂の中にこうやってですね、金属が入っているものがあります。で特に皆さんが手に取りやすいのは、やっぱりこのさっき言ってたプレウッドさんから出ているバチっていうのは、はい、すごく扱いやすくて、こういうバチはですね、中に芯が入っている状況なので、より重さはあるんだけれども、タッチがこのバチよりも触り心地が柔らかいので、こっちだと弾きづらいんだけど、音色的に少しちょっと金属っぽい、ちょっとしっかり芯のある音が出したいなっていう時は、こういった中が、金属のバチを使うっていうのもありかなと思います。これはですね、結構キラ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 するんだけれども、金属すぎないので、耳にこうキンキンキンっていう音よりも、少しちょっとまろやかな金属で弾いているような感じの音色感が出ます。ちょっとそういったマレットを駆使して、使っていくんですけれども、どんな場面で使いたいかっていうのは一番の悩みですよね。もしかしたら録音なので、はっきりとその差が分かりづらいかもしれないんですけれども、グロッケンに関してはこういう音色があるよっていうのをちょっと順番に弾いてみますので、ちょっと聴き比べてみてください。